おぼつらんチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。京都府京丹波町出身、滝本仏光堂小林と申します。さんと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日はですね、はい、お仏壇の種類いろいろ差し持ってるんですけれども、はい、今日はあの京仏壇と京仏壇京仏壇という形になります。私の出身地京仏壇です。はい、で、まあ京仏壇なんですけれども、はい、昭和52年、52年に伝統的工芸品に指定されております。はいはいはい、指定されてる伝統工芸品になっております。由緒ある。はい、はい、でやっぱりですね、京都なんで、大体まあ平安時代ぐらいから、はい、まあ明治初期ぐらいまで、まあ大体まあ1000年以上、都でございましたので、はいはい、あの伝統的な、まあ言うたら伝統産業が数々残っております。はいはいはい、で例えばですね、その彫り物であったりとか、うん、仏像を彫ったりする方であったりとか、はい、あと金具、金具、織物、織物、染色、染色、色染めたりとかね、はい、する分に関して、うん、まあそういう技術がまあ言ったら影響して、まあ、こういうお仏壇の職人さんたちのこう血と汗と涙の結集がまあ京仏という形になっております。はい、で、あと京仏壇の特徴といいますと、はい、結構細かくこう分業化されております。はい、ですので、まあ、まあ簡単には言いますけれども、ね、仏壇の下地する人であったりとか、はい、でまあ漆塗ったりする人であったりとか、はい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 、はい、でまあ彫り物彫ったりとかね、はい、で金箔を押したりとか、はい、こう数々こう分業されています。一つの作品を作るのにいろんな方が、そうです。なるほど。ですのでこういろんなところにこう動いていきます。はいはいはい、はい、で、やっぱりね、まあ京仏壇で一番あれなのは、うん、こう分業化されて、あくまでも手仕事っていうのをメインにされております。じゃあもう一つ一つが細かい感じのね。そうです。だからほんまに伝統工芸品として、はい、まあ京仏壇っていうのは、うん、こう成り立っているという形になります。うん、で見た目でいきますと、はい、いわゆるあの障子をですね、はい、閉めた時に入り出します。障子を閉めさせてもらいます。で分かりやすく言いますとね、大阪仏壇に関してはですね、障子閉めた時ここの欄間が隠れます。彫り物が、はいはい、で、まあ、京仏壇、はい、京の仏壇になりますとこう欄間が見える、はい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 、っていう作りになって隠れないわけですね。はい、はい、そうです。であと、やっぱり京仏壇なんでしょうね、はい、奥ゆかしいすっきりしたタイプになります。はいはいはい、どっちかいうとこう、まあ、開けていただいて中見てもらったら結構なんですけど、あんまりまあごちゃごちゃせると、まあ、すっきりするタイプの作りになっております。シンプルって言うてええのかと思うんですけれども、ね、はい、これをまたいわゆる京仏壇という形になりますので、はい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 、またあの仏壇等々ですね、ご購入される際はご参考にいただけたらぜひかと思います。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。